中国でのシチズンブランドのアンバサダーに就任されてから、シチズンは羽生結弦のシグネチャーモデルを3本発売しました。ありがとうございます。もし次もあるならば、どのプログラムをテーマにしたシグネチャーモデルがいいと思いますか？シチズンさんから日頃から応援していただき、本当にありがとうございます。たくさん支えられてます。そんな中で3つの時計を、販売していただいたわけですけれども、本当にそれぞれ、かっこよかったり、とても綺麗だったり、それぞれのプログラムに寄り添ったモデルを、作ってくださり、本当僕も個人的にですけれども、とても好きに思っています。また、シチズンさんから毎年限定発売される、桜の腕時計もとても綺麗で、僕が北京オリンピックで演じさせていただいた春よ来いというプログラムにもとても似合ってるなっていうふうに思っています。